こんにちは。今回はですね、いただいた質問にお答えをしていきます。バイナリーオプションについての質問ですね。はい、バイナリーオプションについてどう思うかという質問ですね。メルマガ経由でいただきました。いつも拝見させていただいております。ためになるメルマガ YouTube ありがとうございますと。この度みちろさんにお伺いしたいことがあります。私は為替の勉強をしながら、1年半程度、バイナリーオプションをやってきましたが、トータル勝ててません。はい、バイナリーオプションで勝てないものはやはり FX でも勝てないですよね。光代さんはバイナリーオプションをどう思いますか？ FX に比べてやはり分が悪いのでしょうか？何でもいいので光代さんの意見をお聞きしたいです。ぜひ YouTube でバイナリーオプションの話題でお話ししていただけませんでしょうか？よろしくお願いいたしますと。現在光代さんの逆張りからのトレンドフォローをフォレックステスターにて特訓中ですということで、はい、ご質問ありがとうございます。バイナリーオプションですよね。結構質問もらいますね。なので、せっかくなのでね、今回はちょっとお答えをしていきたいなと思うんですけど、まずですね、そうですね、トレードをするときに意識してほしいことがあるんですね。で、それは何かっていうと、その目に見える資産と、目に見えない資産、それをね、両方増やしていくっていう意識をぜひ持っていただきたいんですよね。で、何かって言ったらね、これね、ちゃんとバイナリーの話につながるのでぜひ最後まで見てほしいんですけど、僕がですね、物事を考えるときにいつも頭の中にある図があるんですよ。それがね、こういった球体で、こう真ん中がこうなってる。で、上が見えない領域ですね。これ別に怪しい話じゃないですかね。これ見えないんですよ。上はね。ちょっとね、字書きづらいな、これ。で、下が見える世界です。で、例えばですよね、もうほんと簡単な話。じゃあ、雨って降るじゃないですか、雨。雨が降ると、この見えない世界から見える世界に雨みたいなものがこう、降って降りてくるわけですね。はい。雨という現象が生じる。はい。目に見えますよね。雨って触れますよね。で、じゃあ雨が降って地上に降り注いで、それが水たまりになる。で、水たまりってどうなりますか？多分ね、数日したら消えてますよね。どこ行ったと思いますかってことなんですよね。いや、これも簡単な話で、その水が蒸発して水蒸気になって、また上空に上がっていくわけですよ。見えるところから見えないところに水が上がっていきますね。はい。一見じゃあ消えたように見えますよね。いや、でもあるんですよね。で、その見えない領域で、その水蒸気っていうのがまた上空で冷やされていって、そしてそれがこういったね、雲になって、で、その雲からまた雨が降って地上に降り注ぐっていう、これが循環なんですね。自然の原理原則です。原理原則。生物の死もそうですね。はい。生まれました。はい。ここ、こうですね。はい。ここから生まれました。誕生します。生物誕生しました。はい。見えます。触れます。形あります。はい。いきます。はい。で、成長していきます。動物がね。まあ、何でもいいです。で、いずれ寿命が来て死にますよね。死んだらどうなりますか？死んだら微生物に分解されますね。そして、肉体はね、滅びます。で、もし仮にじゃあ何かしら、そういった肉体以上のものがね、意識だったり魂なるものがあったとしたら、それはまあまた見えない領域に行くし、その肉体も分解されて、その素粒子になっていくわけですよね。そしてそれがまた見えない領域に戻っていく。そしてその見えない領域に戻ったものがまた何かしらの要因によっていろいろ複合的に絡み合って現象化して、現実的に目に見えるものとしてまた降りてくる。これを繰り返してるんですね。ずっとこの循環を繰り返しているのがこのまあ世の中の、原理原則、いわゆるグランドセオリーと呼ばれるものなんですよ。で、こう考えた時にですよね、その目に見える結果、これね、本当はかなり深い話なんでね、時間かけてした方がいいんですけど、まあ、この目に見える結果ですよね。雨が降ったとか、
動物、ね、誕生した生命がトレードで利益が出たとか、もう全部これは結果ですよね。目に見えるものですよね。が出るためには、逆に言うとこの上側の目に見えないところで何かしらが溜まっている必要があるってことなんですよ。当たり前の話なんですけどね。水蒸気が溜まって雲になってないと雨は降らない。うん。何かしらその生物、肉体を作り上げるための素粒子なりが空間中にないと生命は誕生しない。うん。とかですよね。っていうふうに、だからトレードで利益を得るためには何かしらこの目に見えない資産というものが必要だっていうことなんですよ。まあそれをね、エネルギー、何かしらエネルギーと言ったりとか、コップが水に溜まっていくその練習、反復練習って言ったりとか、マインドって言ったり、考え方、トレードスキルだったり、そういった目に見えないものが集まってくっついて絡み合って、じゃあ結果的にトレードの利益というものが発生するっていうことなんですよね。その目に見える資産と見えない資産があるっていうことなんですよ。その両方を増やしていきましょうって。ただ稼ぐ方だけを見てると、実はね、一時的にうまくいったとしても長い目で見たらだーうまくいかないですよこれは、ということを、まあ、いろんな動画で僕お話をしてるわけですよね。うん。で、そういう視点で見た時にバイナリーの問題点は何かっていうことですね。で、僕は基本的にバイナリーは推奨してないです。バイナリーはあんまりしない方がいいと思ってる派です。もちろんそれは個人差があるので、あくまでも僕はそう思うという前提で聞いてほしいと思います。なのでそれでもバイナリーをどうしてもやりたいという人はいいと思うんですけど、まあ、ただ僕は、おすすめはしないということですね。なぜかっていうと、このバイナリーオプションっていうのはね、人をわざと負けさせるように作られているゲームだからなんですよ。それは多分意図的にそういうふうに作られてます。うん。で、何かっていうとね、バイナリーって例えば5分後の値動きとか、なんかすごい短期じゃないですか。なんか1週間後とかやんないですよね、多分。そういったスイングみたいな、バイナリーのスイングって多分ないと思うんですよ。で、あくまでもものすごい超短期をやるわけですよね。うん。で、短期勝負になるほどね、人は 目先の値動きに振り回されるんですよ。一喜一憂し始めます。で、 IQ が下がります。そして暴走し始めるんですね。勝てる時もある。でも何かの弾みで流れが悪くなって連敗が続いた後、いかんせんもう5分後とかに決着がつくから、逆にそこでヒートアップしてどんどんやっちゃうんですよ。そういう風に作られてるんですね、この投資商品というのは。投機商品バイナリーっていうのは、うん、非常に長く勝ち続けにくい仕組みになってます。つまり最終的に業者側が得するようになってるんですよ、このゲームはね、胴元が。そういうふうに人間のその差がうまく利用してるってことです。そこにまず気づかないといけないわけですよね。だから長期的にバイナリーで勝ち続けることは至難の業です。中毒性が非常に高いですから。で、やっぱね、トレードで大事なのは何かっていうと、大きな流れなんですよ。大きな流れがどっちなのか、どこのタイミングでそれに乗っていくことができるのか、うん、そしてどうしたらその長期の流れを把握しつつね、目の前のノイズとか騙しに振り回されないかっていうことが長く勝ち続ける上ですごい大事なんですよね。そこに振り回されてしまうと、逆にそこでね、ちょこ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 やられてエネルギーを削られていって、ここぞっていう流れに乗れない、チャンスに乗れない、チャンスをつかめないトレードになってしまうってことなんですよ。だからね、そういった懐の大きさっていうのを養っていかなければ、トレードっていうのは特にバイナリーもそうですけど、ただのお金稼ぎになってしまうんですよ。ただの目先のお金稼ぎになってしまう、うん、それってやる価値あるかと僕は思ってるんですね。もうちょっとね、あえて言いますけど、一時的にパンとお金稼げた、でもそれによって自分はすごいストレスを感じたりとか、こうなんか、うん、そういう目先の超短期勝負を、なんかしなきゃいけなかったりとか、うん、なんかそれによって焦ったり、こうなんか中毒になったりとかしてまでお金を稼ぐっていう意味があるのかなってすごい僕は思ってるんですね。ではなくて、その物事を通じて、自分も成長していくっていうことがセットになってなかったら、ただお金を稼ぐということが目的であったなら、他に別に手段いくらでもあるし、わざわざトレードする必要ないと思うんですよね。で、どうせやるんだったら、それはお金を稼ぐと同時に何かしら自分の器を広げていく、人間的にも成長していく、
何かしら新しい習慣とかを身につけていく、自分のエネルギーを漏らさないような習慣を身につけていくとかっていう一石二鳥マインドって絶対必要なんですよ。で結局そうでなかったらお金は得るけど何かを失うっていうことになってしまうんですよ。お金の、ところは特化したらそこは一時的にバンと上がる、でもそれ以外のところが下がるっていう現象が起こるんですよ。これが等価交換です。だから宝くじ当たった人がバーンってめっちゃ大金入るけど人間関係全部失うとか病気になるとかっていうのも等価交換になってるってことですね。お金が入った分他に何かを失ってますよって。うん。だからなんで、僕は YouTube とか、まあ、あとはね僕のグランドセオリーって講座だったりとか、メルマガの方でトレードの話も含めトレード以外の話、なんで日常が大事かとかそういう話をいろいろしてるかっていうと、全体を底上げしていくことが大事だからなんですよ。全体を底上げしていくことによってトレードを通じてトレードの上達だけでなくトレード以外の部分においてもいい流れを作っていく、うん、運気を上げていく、運を良くしていく、流れを良くしていくっていうことがめちゃくちゃ重要だし、それ全部つながってますよっていうことなんですよね。まあ、だから本当トレードと成長っていうものがセットになってこそやる価値があるっていうふうに思ってますし、それを通じてその一つのトレードというものを通じて他全てが上がっていく、だったらいいじゃん、やったら楽しいですよねって。トレードやったらなぜか人間関係も良くなる、お金も入ってくる、うん、なんか自分のその懐が大きくなる、うん、家族関係が良くなるとか、うん、日常のそのね過ごし方が変わ、いい方向に変わっていくとか、食に対してなんか意識が変わっていくとか、まあね食の話も僕もしてますけどとか、そういう風になってったらめっちゃいいじゃないですか。うん、っていう意味で言うとバイナリーっていうのはただ目先の利益だけを稼ぐところに特化してるから僕はおすすめをしないっていうことですね。まあ、だからさっきも冒頭で言いましたけど、目に見える資産、お金、利益と目に見えない資産ですよね。その自分自身の器を広げていく、自分のメンタルをコントロールできるようになっていく、自己規律を養っていくとか、長期的な視点で物事を見れるようになっていくとか、目先のことに一喜一憂しなくなっていくとかね、振り回されなくなっていくとか、そうやって全部目に見えない資産なんですよ。まあ、だからその1万円札がね、あの福沢諭吉から渋沢栄一に変わるっていうのは、まあ、最近ね、いろんなところで出てますけども、その渋沢栄一が唱えたのがまさに論語とソロ版なんですよ。ソロ版つまり金勘定だけではうまくいかない、長続きしないですよって。その金稼ぎ、ソロ版と同時に論語、論語っていうのは要するに哲学とか倫理観とか自己規律とか呼ばれるものですよ。志とか呼ばれるものですよね。世のため人のためにっていうのがセットになるから長く反映していくんだって、うん、それを両方磨いていく、のが商いなんだっていうことを言ってる。そしてその人が1万円札になるということはこれからそれが大事だってことなんですよ。だからトレードでそういうことを磨いていくことが世の中の流れに合わせていくっていうことが、当然合わせていったらいい流れに乗れるに決まってるじゃないですか、うん、なのでそういう話をですねたくさんさせてもらってるというところです。まあ、なので、僕はトレードで、最近推奨しているのはあくまでもスイングですね、うん、大きな流れを捉えていくっていうこと、目先の値動き、騙しノイズに一喜一憂しないことですというところですね。そしてトレードで学ぶべきことは何か、利益を出すことはもちろん当たり前として、同時にそういった長期的視点を身につけることによって、あ、最終的には目先ねちょっと下がったりとかあったとしても最終的にはアップトレンドなんだなって、あ、いい流れに乗ってたら、ちゃんと大きな流れに乗っていたら最終的に上がっていくんだなっていうことを疑似体験するためだと思ってるんですよ、僕は。トレードのいいところって、あ、最終的に流れに、大きな流れに乗れていたら一時的に逆行されたり含み損になることもあったとしても最終的に利益になっていくんだなっていうことが分かる。そしたらそれは人生においてもそうだよねって。一時的に嫌なことあったりする、うん、うまくいかないこともあるじゃないですか。でもそこで腐らずにね、いやでも自分の人生ってアップトレンドに絶対になってるよなって思ってたらなってくんですよね、それはね、うん、それは絶対トレードも人生もリンクしてると思ってます、うん、だからそういう目に見えるものと見えないものセットでマスターしてたら一番いいですよね。得、お得です。そういったぶっ飛んだ感覚をねトレードを通じて身につけていけたらいいと思いますし、それをまあ日常生活にもね落とし込みながら、そしたらねトレードと日常が分離せずにねちゃんとこう融合していくというか、まあ、循環していくし、さらにそのお金以上のね世界を
こう見れるようになっていくので、そうするとどうなるかっていうと、お金に振り回されなくなっていくんですよ。お金以上の視点を持つことができたね。はい、ということで、そういうのをトレードを通じて一緒に身につけていったら、いやトレードっていいよねって、いうふうになるじゃないですか。はい、なので、結論を言うと、改めて言うと、バイナリーは僕はおすすめしませんということになります。はい、長期的なものですよね、そういったものを身につけられるものはいいですよという話でした。はい、ということでですね、ぜひチャンネル登録と高評価のぜひお願いします。でまた何か質問とかあったら、ぜひね、YouTube のコメント欄とか、あとはメルマガから送ってもらえたらですね、こういった動画でお答えをしていきたいと思ってます。で今回ね、この質問してくれた方が言ってた逆張りからのトレンドフォローは、メルマガ登録するとですね、届くプレゼント動画で詳しく解説をしています。で今日のような話はね、さらに、メルマガの方で深く、もうがっつりとしてますので、興味あったらぜひね、メルマガの方も読んでみてほしいと思います。多分感覚がぶっ飛ぶような話たくさん出てくるし、なんかもう視野がめっちゃ広くなるようなことをいろいろとお伝えしているので、そしたらもう感覚も一気にパンと、上がっていくというか、広がっていくと思います。はい、ということでぜひ読んでみてください。